変わりまして、気になる話題を取り上げる読み解くのコーナーです。今日のテーマは電気代の値上げ、はい、来月使用分の料金を今日中国電力が発表しました、はい。去年も電気代の値上げたびたび話題になりましたが、今年もですか。はい、国の補助金が今月で終わってしまうという部分も大きいんですが、はい、実はそれだけではなく、最近毎月電気代の値上げが続いているんです、うん。中国電力の一般的な家庭の場合の料金をこちらに示しました、はい。まず4月の支払い分は7144円だったんですが、はい、そこから再生可能エネルギー普及のための費用の値上げによって5月の支払いは7658円、これは中国電力だけではなくて国が定めているものですので、誰でもどこでも払わなければならないというものです、はい。そしてその後は政府の補助金の縮小があって8000円台、うん、政府の補助金が終了して7月の支払いは8514円と、うん、この補助金が始まった当初は同じ条件で6000円台前半だったので、そう考えるとなかなかの値上げです、はい。でまた今日は最高気温が25度以上の夏日となったところもありますし、うん、そしてこれから季節も暑くなりますから、はい、エアコン扇風機欠かせなくなります。そうした中でこういう値上げがあるとちょっと打撃受けそうですよね。そうですよね、ということで家庭でできるエアコンの節電のポイント、整理収納アドバイザーの江原智美さんに聞きました、はい。帰宅したらまずは換気、うん、夏場部屋を開けてみるとこうむわっとした空気になっていることありますよね、うん、はい。必ず熱を逃がしてからエアコンをつけること、はい。そしてエアコンは設定温度に下げるまでに大きな電力を消費するということで、30分程度の外出ならつけっぱなしに、うん、また弱冷房、微風っていうのはこの下げるのに時間がかかってしまうので意外と節電にならないということで、風量は自動がおすすめだそうです、はい。そして今からできるポイントとしては、うん、フィルターの掃除、1年間掃除しないと 25% 電気代が増えるそうです、はい。そして室外機に日よけをすること、うん、直射日光が当たらないだけでも随分節電につながるそうです、うん、はい。ただ室外機全体を覆ってしまうと光熱を妨げるので逆効果、ご注意ください。はい、ね、皆さんもぜひ夏本番を迎える前にね、私もちょっと実践してみようかなと思います、うん。そうですね、はい。まあ電気代が高いからといってエアコンをつけるのを我慢してしまうと熱中症のリスク高まって非常に危険ですので、うん、エアコンを賢く使ってできるところから節電をしていきましょう、はい。ここまで読み解くのコーナーでした。